さあ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 、やってきましたよ。ちょっとね、朝一で来れたんで、まだ釣ったことないルアーとかね、試してみたいと思います。ジョイクローラー、この前バイトだけあってまだかけれてない、このジョイクローラーをちょっとね、朝一人流し目入れてみたいと思いますよ。お、バイトした。お、すごい。うわ、出る。うわ、朝一すごいすごいすごい。おお、乗らない、乗らないよ。3回バイトして、ジョイクローラー3回バイトして、お、出た。ウーパービッグ出た。すげえ。朝一のここすげえ。すげえなー、食わせ。ちょっと朝一特別ででかいルアーいっぱいバイトしてくれましたが、静かになったんで、まあここはコンパクト跳ね物で確実に。
G4 からやってますかね。コンパクトハネモン。このね、2021のね、新色がね、いい感じの色が多いんだよな。2色ね、使ってるんですけど、どっちもね、なんかいい感じ。基本はね、視認性のいい色が好きなんで、なんか黄色いやつね、よく使うんですけどね。こういうトップウォーターとかね、ようやく釣れるようないい感じの時期になってきておりますが、この絶妙なね、コンパクトハネモノってのがね、ほんとこのコンセプトが、絶妙なサイズ感なんですよね。コンパクトにもごもごいい感じの波紋を出してくれて、限界でかい虫みたいな感じで使えるっていうか、 NZ クローラーとか、あとはジョイクローラーとかね、アベンタ RSR とかもう結構ほんとボリューミーだから、虫って感じではないかなっていうね、そんな印象なんですけど、ただ雨がね、バチバチに降ってる時とか、そういう時にね、ああいうボリューム感っていうのは、ほんとね、一つのすごい武器になるんだけど、この D4 とか、まあダッチとか D4 っていうサイズ感ですかね、ダッチの方がちょっとでかいんですけど、なんていうのかな、ほんと、虫って感じで、まだね、セミなんかはね、だっけ、ほら、食った。ね、セミとかはなし、鳴いてないけど、こうやって、よいしょ、釣れちゃう。はーい、D4 の新色来ましたよ。ね、今ちょっと語りながらだったんですけど、こう、なんだろう。ほんとね、コンパクトハネモノっていう感じで、なんだろう。虫パターンの延長線上みたいな感じでね、もご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 、ふわ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 ってこう頼りなさげにね、泳がすとこういう感じでね、綺麗なバスが思わず吸い込んじゃうっていうね、なんていうのかな、羽物って言ってもね、何個かサイズ感ありますよね。ほんと小さい、もうザ虫って使うような、クレイジークローラーの小さいやつとか、で、その上にダッチとかこういう D4 っていうコンパクト羽物があって、あ、スポッて取れた。そんでもって、この上に NZ クローラーとか、ジョイクローラーとか、アベンタクローラー、RSR とかね。そういう感じで、ちょっと、その時の魚がどういうのを食いたいかによって、こう、羽物を使い分けていくとね、ナイスな。バスが釣れるんじゃないかなって、この2021新色なかなかナイスですよ。じゃあね、こいつはね、逃がしてあげます。ありがとう、イエイ。はい、で今日使っているタックルなんですけども、こんな感じで、まずね、ルアーはこの、D4 っていうサニーブロスのね、羽物ね、これにダイワのこれジリオンのね、ローギアモデルね、ゆっくり巻けるモデルに、竿はね、タトゥーラエリートって、これまたダイワですね。ダイワダイワな組み合わせで、これでね、ゆっくりね、カションカションポコポコっていうよりもね、ふわ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 チュポっていうね、そんな感じでね、使ってみております。じゃあ引き続き、頑張ってみます。イエイ。